40代専業主婦で先日父親が亡くなり遺産が手元に1億円入りました。えー、大金すぎてどのように運用していいか分かりません。えー、何かおすすめの予報がありますかお 1>, ?1 億円あるけどどうしたらいいですかみたいなやつですね。えー、っとですね、インデックスファンドにぶち込めっていうのを僕割と言ってたんですけど、今、アメリカ株がちょうど下がってる状態なので、アメリカ株が落ち着くまでは、とりあえずは、あの、現金で持ってる方がいいんじゃないかなと思います。 そのあのアメリカの状況が確定して、まあ、この程度だよねそこを打ったよねってなればまたアメリカの方が経済強くなると思うんですけど下手をするとあのいきなりアメリカの,の買いましたっつってなんかすげえ円高になって買わせそうみたいな可能性もあったりするのでなので今はちょっと様子見なんじゃないかなとは思いますけど。 今は買い時なんじゃねえのっていうので、えっと、そこがどこかわかんないんですよ。では一番底二番底みたいなのがあって、まあ今下がったからもう上がり調子なんじゃねみたいな考えもあるんですけど、もう一回下がるみたいな可能性もあるんですよ。で、一応なんかその、あの、ウクライナにロシアが攻め込んで、で、そこでアメリカが巻き込まれるみたいな可能性もゼロではないよね、みたいなのもあったりするので、一ヶ月二ヶ月はちょっと様子見した方がいいんじゃないかな、とは思います。はい。 アメリカ戻ってきてるよ。あ、持ってきたんだ。とはいえ、あの、二番底みたいなので、ちょっと戻ってまたバーン下がるみたいなのもあるので、僕はその様子見派ですね。とはいえ、あの、別に突っ込んでいいと思うのであれば、一億円突っ込んでもいいんじゃないですか。はい。